ブリグズビー・ベア、ブリグズビー・ベア、現代、ブリーグスビー・ベアは、2017年のアメリカ合衆国のコメディドラマ映画の長編監督デビュー作で、コメディグループのザ・ロンディー・アイランドが制作を担当。出演は、マーク・ハミル、グレック・キニア、マット・ウォールシュ、ミカイラ・ワトキンス、ムーニーと親友のケビン・コステロが脚本を担当。ブリグズビー・ベアという教育番組だけを見て育った。 男をムーニーが演じる。主演と脚本のムーニー、監督のマッカリー、脚本のコステロはいずれも中学校で出会い、共に短編映画を制作している。本作はムーニーが1980年代に見ていた子供番組に影響を受けたストーリーで、主要撮影はムーニーとマッカリーのサタゲーナイトライブへの出演休止中にユタ州で行われた。 2017年1月23日、サンダンス映画祭でプレミア上映され、2017年7月28日にソニーピクチャーズクラシックスより公開された。25歳のジェームズは、両親のテッドとエイプリルと共に地下の家に住んでいた。両親に外出を禁じられているジェームズにとって、外の世界との唯一のつながりは、ブリグズビーベアと呼ばれ教育番組だった。 ジェームズは番組に夢中になり、すべての番組のテープや記念品で部屋を満たしていた。ある夜、密かに地下を抜け出して、屋根の上にやってきたジェームズは、パトカーが家にやってきてテッドとエイプリルが逮捕され連行される姿を目撃してしまう。ジェームズも警察に連れて行かれ、事件を担当しているボーゲル刑事と出会う。ボーゲルはジェームズに、 テッドとエイプリルは彼の本当の両親ではなく彼が赤ん坊の頃に誘拐されていたことを伝える。ブリグズビーベアもテッドらが作った偽物の番組でスタジオから出てくるテッドを追跡して判明したという。ボーゲルはジェームズに本当の両親のグレックとルイーズ、さらに彼らの十代の娘、オーブリーを紹介する。ジェームズは新しい人生を送ろうとしたが、 ブリグズビー・ベアが現実でないことを受け入れることができなかった。ある夜、オーブリーはジェームズをパーティーに連れて行く。彼は新しい友達らに、ブリグズビー・ベアの話をしていると、テッドとエイプリルの逮捕によって未完となってしまった、ブリグビー・ベアの完結編である映画を自分の手で作ろうというアイデアを思いつく。オーブリーの友達で映画監督でもあるスペンサーも、彼の映画制作に賛同し、 ゴーゲルから番組の小道具も借り、映画制作が始まった。スペンサーがブリングズビーベアのエピソードを YouTube にアップロードし始めるとスマッシュヒットとなり、視聴者もたちまち増え、映画に向けて大きな話題となっていった。一方で、両親のグレッグとルイーズは、彼が普通の人生を送れなくなるのではという恐れから、彼の活動を認めなかった。 ある日の森での撮影中、ジェームズは爆発物を扱い、誤って、ぼやを起こしてしまう。それが原因で警察に、映画の衣装や小道具を取り上げられてしまうが、映画制作を続けることを決心したジェームズは、親の車を使って、衣装と小道具を盗み出そうと試みる。カッコ内は日本語吹き替え、本作はの共同脚本を務めたとケビン・コステロは、監督を務めたととともに、 カリフォルニア州のサンディエゴで育ち、中学校生活を共にした。ムーニーとマッカリーは、その後、都と,と共にスケッチグループ、グッドネイバーを結成し、全員は、サタゲーナイトライブの2013年から2014年の、キャストとクルーを務めた。ムーニーとコステロは、本作の脚本の執筆に2、3年を費やしている。ジェームズというキャラクターの大部分は、ムーニーの私生活に基づいており、 彼は脅迫観念があり、時に不器用で、ノスタルジックでもある人物だと考えている。ムーニーは1980年代の子供番組に魅了されており、彼とマッカリーはキャラクター、プレイヤーベアをインスピレーションとし、ムーニー自身がガレージセールで VHS テープを収集し、それらが映画を彩っている。彼らのサタデーナイトライブでの功績もあり、 テッド役のマーク・ハミルのようなビッグネームのキャスティングも成功した。撮影は2016年中頃、ムーニーとマッカリーのサタゲーナイトライブへの出演休止中にユタ州で行われた。本作は2017年1月23日、サンダンス映画祭でプレミア上映された。その後、ソニーピクチャーズクラシックスが、 映画の予算を大きく上回る500万ドルで配給券を取得した。映画のプレミアは2017年7月26日にニューヨークで行われ、2017年7月28日にアメリカで劇場公開された。2017年11月14日にはソフトや配信がリリースされた。日本では2018年6月23日に公開。 映画批評集積サイトのロッテンタメイトスには140件のレビューがあり、批評家支持率は81%、平均点は10点満点で6.7点となっている。サイトの批評家の見解の要約は、観客はブリグズビーベアとの奇妙な出会いに共感し、ポップカルチャーへのひたむきで愛情深いアプローチに感動するだろうとなっている。また、メタクレティックには十五件のレビューがあり、 荷重平均値は68,100となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。